筑豊放電気鉄道3000系電車は、1988年から登場した筑豊放電気鉄道の鉄道車両である、同社の主力車両。開業当時の式帳に変更された3000号、地放電気鉄道の車両冷房化推進の一環として、1988年から1989年にかけて3001から3000号が、 1995年から1996年にかけて3006から3009が導入された。前車アルナ後期で作られたが、台車や機器などを比例棒の2000系2車体連接車の機器を採用して作られた。改造元になった番号は2110から2118であるが、あくまで心臓扱いである。カラーリングは当初白地に、車体上部に2本のオレンジの帯。 車体外そ下にライトブルーの帯。3006から3009では、全面倉下にオレンジの帯が追加されて、ライト周りもライトブルーになり、それ以前の車両も統一された。いわゆる警戒電車の影響を受けた大きな全面窓などが特徴的である。2007年より、車体側面に西鉄グループを表す CI ロゴが追加されていたが、現在では表記されていない。 行き先表示は3 0 0までは漢字表記のみであったが3006以降はローマ字兵器となった。また最近では全車ローマ字兵器に統一されたほか、五条防止のために行き先ごとに色分けが行われている。1995年から1996年にかけて導入された3006から3009は冷房装置の容量増強。 シングルアームパンタグラフ搭載、車内の車掌台仕切りや座席袖仕切りのパイプから仕切り板への変更などの改良が施されている。登場当初はテレビが取り付けられた編成も存在した。テレビ付きの編成では NHK 総合テレビを放映していたが、液晶モニターに交換してからは、地上波テレビの受信は行わなくなった。2007年に、 マスターが三菱電機製のアドムーブに更新され、液晶モニター配置は、脳型側がアクオス、黒崎側に三菱電機製となった。次の停車駅や沿線イベントの案内、地元商店街 CM の静止画映像を流している。なお操作は車掌による手動であった。当該車両の制御、走行機器自体は、電動化無軸式抵抗制御、吊り掛け駆動であるが、補助電源装置に、 GTO 素子の VVVF インバーターを使用しているため、下記に冷房を起動する際、VVVF 制御の電車の起動音に似た音が生じる。台車は登場時より2000型から流用された近畿車両製 KD-14 であったが、2006年頃から川崎重工製 KW-177、KW-178 への交換が行われている。 2000年代に入ってから ATS 取り付け工事が行われ、全編成が完了している。また運転台へのデッドマン装置、事故対策用のドライブレコーダーの設置が行われた。2015年春のにもか導入、ワンマン化に合わせて、順次以下のように車内の設備を更新した。カッコ内が改造元車両の車番、西鉄天神大牟田線のアイスグリーン塗装となった3004また、 行政や地元企業などが主体となったラッピング編成も一部の編成で運行されている。黒崎駅前は黒、筑豊直方は青、く橋は緑、筑豊中間は黄色。筑豊直方と筑豊中間は筑豊の部分が小さくなっている。なお、2000型に対しては行き先の色分けは行われていない。 代謝金鋭キロワットマイナス177キロワットマイナス178築放電気鉄道3000系宿ユネスコ世界文化遺産登録決定築放電気鉄道ラッピング電車世界遺産賀川水源地ポンプ室合運行希望が丘高校前駅の福駅名を世界遺産賀川水源地ポンプ室駅に西日本鉄道 オリジナルの2020年11月11日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 4 7 h t t p w w w c h i k u t e t s u c o j p d a t a t o p i c s 9 4 6 7 0 9ラッピング正解 e 産 pdf2020 年11月11日閲覧 筑砲電気鉄道開業60周年記念企画ツートンカラーの車両が3000型で帰って来る開業当時の塗装色マルーンベージュが復活西日本鉄道オリジナルの2020年11月11日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20201111112453/http://www.chikutetsu.co.jp/data/pix/13661021%20 開業当時塗装色 PDF2020 年11月11日閲覧。西鉄グループ創立110周年特別企画。筑豊電気鉄道に、西鉄天神オーム打線のボディカラー、アイスグリーンの塗装色車両を走らせます筑豊、電気鉄道、オリジナルの2020年9月26日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/2200926031950/http://www.chikutetsu.co.jp/.data/.pix/.1952 0指定 2caranc.pdf2020 年11月11日閲覧。 2000年11月26日の路面電車、西鉄北九州線全廃から20年一部区間を継承している、築鉄で赤電、塗装色復活、築放電気鉄道、2020年11月30日閲覧、ありがとうございます。